美脱天皇は、6世紀後半に日本の第30代天皇として在位しました。彼の名はヌナクラフト魂キスメラミコトや、オサタ天皇とも呼ばれます。彼は金明天皇の第二王子であり、母は石姫皇后でした。美脱天皇は572年に即位し、14年間の治世を経験しました。 彼の治世中には多くの重要な出来事が記録されており、内外の政治的な動きが見られたことがわかります。彼は金明天皇の意向に従い、朝鮮半島にあった日本の植民地であるミマナの回復を目指しました。しかし、彼の努力は成功せず、ミマナの奪回には失敗しました。また、尾鉄天皇は仏教の需要をめぐってソガ馬子と物の部の森家との間で対立が。 激化しましまた彼は物の部の守屋の支援を受けて仏教を排斥し仏像をすべて蘇我の馬子に返還するなど廃仏派よりの政策を実行しましたその一方で離脱天皇は宮廷制度の整備にも努めました記載部や火祭部などの官職を設置して宮廷内部の組織を整えました彼は金明天皇の死後伊帆舞である ととみけかしきや姫をとしました、また6人の姫をめとり、24人の巫女を設けました。美脱天皇の治世中、百羅との交渉では日野足北の国のみやつこの有との子である、日良が百羅の情勢を伝えたが、日良はそのために殺されてしまいました。585年の8月15日に美脱天皇は崩御し、 墓所は大阪府南三河地郡大使町の高知の品川の中の小野み捧ぎにあります。